はい、どうも、僕です。ということで、今回も、ドラゴンクエスト10やっていきましょう。ということで、今回は、ドルワームのサブストーリーの方やっていこうかなと思います。ってことで、今回は、ドゥーラ委員長に呼ばれているので、そこに行っていこうかなと思うんですが、若き委員長の悩みってことで、前回ね、このドルワームのメインクエストやったんですが、まあ、その時に、まあ、ドゥーラ委員長がどういう人かっていうと、まあ、簡単に説明すると、王様の息子だと思い込んでたんだけど、実は全然関係ない人だった人だね。まあ、王様に捨てられたと思い込んでたんだけど、全然そんなこともなかったし、生きる気力を失ってしまった悲しい男なんですが、悩んでるんですよね、なぜか。まあ悩み事は多そうだけどな。しかしなんか顔的にはそんな悩んでなさそうな顔してんな。おや、ユーシスさんではありませんか。こんなところまでよくぞお越しくださいました。天はクア…もうこれ読めないのよ。なんて読むのこれ。クアバルナ、クアバルナ、クアバルナでいいのかな。テーマクアバルナの、脅威が去り、ドルワームに平穏が訪れたのもあなたの活躍があってこそ。本当にありがとうございました。そう、ドゥーラ委員長よりも部外者な僕が倒してしまったと。ラミザ王子もぜひ会ってあげてください。クアバルナ討伐の勇士が訪ねてきたとあればきっと大喜びで迎え入れてくれますよ。え？え？え？ドゥーラ委員長？ドゥーラ委員長？え？何その紫？自分の髪型が紫だから名前まで紫になっちゃいましたってこと？そういうこと？全然話してくれないんだけど、ちょっと？あれって、サブストーリーがある。サブストーリーっていうか、クエストがある人しか出しちゃいけない紫なんだよ。分かってないのかな？やっぱドゥーラ委員長バカだからな。自分のことを王様の息子だと勘違いしちゃうような人だから、間違ってクエストの色出しちゃってんな。ってことで、まあ、とりあえず王子様に会っていきますか。ちょっと分かんないけど、多分王子様に会ったらクエスト進むってことで合ってんのかな？心優しいラミザ様が国王となれば、ドルワームは今よりも素晴らしい国になりましょう。それまでに私たち夫婦が子を授かっていたら、ラミザ国王様のお守りする騎士を育ててあげたいですね。ってことでここまで来たんだけど、ラミザ王子はこの先にいるっぽいんだけどさ、クエストマーク全然出してないんだよね。ラミザ王子、ちょっとラミザ王子もラミザ王子をクエストあるのになんでクエストマーク出してくんないのって話だけどね。あ、ユーシスさん、ちょうどいいところに来てくれました。あなたを見込んでお願いがあるのです。お願いというのは王立、あ、なるほど。ドゥーラ君に対して、そのドゥーラにやってほしいよ。いや、それやっぱラミザ王子が紫マークになるはずでしょ。それだったら。ちょっと、バグですか？実は彼、太陽の石の暴走事件があった後からずーっと思い詰めた顔をしているんです。何か悩みを抱えているような。ドゥーラ君は父上に引き止められてこの国に留まっていますが、あの事件のことをまだ引きずってなきゃおかしいけどな。うん、逆にもうさ、いやもうそんなこと忘れましたよみたいなスタンスで撮ってたらさ、本当に本当にやばいやつだからね。もう自分のことをさ、王子だと思っただけじゃ飽き足らず、許してもらったかもう何もなかった、水に流しましょうみたいな、その方がやばいけど。でも王子である僕が偉そうに声をかけるのもなんだかはばかられて、それにユーシスさんは知ってますか。天馬クアバルナが死ぬ直前、ドゥーラ君に呪いめいた言葉をつぶやあーなんか言ってたっけ。僕、そんな不吉な話を耳にしたら、ドゥーラ君のことがますます心配なんです。なんとか彼の力になってあげたいんです。お願いです、ユーシスさん。ドゥーラ君に話を聞いて、何か悩んでいるようだったら、彼の助けになってあげてくれませんか？ドゥーラ君は、あ、そう、さっきのところね。まあ、とりあえずあそこに行くことにはなるんだろうけど、ドゥーラが素直に教えてくれたね。こんなことにはならなかったのに。まあ、こうやって僕がお使いをしているのも全てはドゥーラのせいと。やっぱドゥーラなんだなって。うん。全ての元気はドゥーラなんだなって思い知らされましたね。さっきすっと悩みを言え、ドゥーラ。やあユーシスさん、そうなんですよ。ほう、ラミザ王子が私のことを心配してそれで私のところへ来てくれたというのですか。あなたも人がいい。それはラミザ王子の心配しすぎです。私は何も悩んでなどいません。ラミザ王子にもそう伝えてください。私は緊急がありますので。これでムービー入るな、これは。うん、いや、待ってください。そういえば、私の心を掴んで離さない悩みが一つありました。クバルナの剣かクアバルナか。実は、太陽の石の暴走事件の後、あることが気になって、古い歴史書で調べ物をしていたんです。
しかし肝心のページが汚れていて真相につながる部分が読めなかったのです。魔法の聖水とイレイザ層がない、イレイザ層って池田エライザみたいな層があれば歴史書の汚れは消えるはずですが、あいにく両方とも切らしてしまいまして、そこでユシ、しょうがないな、お使いか、まあ、イレイザ層って、寄生獣、寄生獣怖っ、寄生虫みたいな、魔法を倒すと、魔法じゃない魔物を倒すと落とすことがあります。イレイザ層が手に入るかもしんないよと、オッケーいいでしょう、しょうがないな、クエスト受けてあげるよ。ウルベア金貨、まあまあまあウルベア銀貨だったからな、前回のガタラのクエストだと。そう考えるとまあいいでしょう、ありがとうございますユーシスさん。あの歴史書にはドルワームを揺るがす重大な情報が書かれていると踏んでいます。全然関係ないクエストねえ、全然前回のクアバルナとかさ、僕王子じゃなかったですとか全然関係ない、完全にこの見てこの目、あーもう見せてくれないもんね、見てって言おうと思ったら見せてくんないくらいやっぱやましいことあるんだよこの子ね、全然だって気にしてないもん、もうちょっと気にした方がいいと思うよ。まあずっと悩んでんのもね、あんまよろしくはないけど、ここまでもうなんかすんなりと受け入れてた、まあそれはそれでちょっともうちょっとね、やったこと、自分のやったことの重大さに気づいてほしいな。これ寄生獣なんだ、まあ確かにそう言われてみればなんか寄生してるようにも見えなくもないな。なんか上のやつ、なんだこれ、なんか上のやつさ、なんか上のやつ、これマザーウッドみたいな感じかなって思ったんだけど、よく見たらなんかちょっと違うよね。なんか上のやつ、何上のやつ上のやつがよくわかんないやついんだけどさ、これ何、なんか、え、寄生獣、人食い層に寄生されて強力になった浮遊獣。あ、そっか、なんか人食い層ってドラクエでいるんだけどさ、で浮遊獣もドラクエでいるんだよね。なるほど、この2体が合体したやつなんだ。まあその浮遊時に関してはね、まあそのまなんとなくわかるんだけどさ、そっか、上のやつ人食いそうか、まあ人食いそう、そうだね。まあなんか人食いそうって本当はなんかあのね、この顔の部分緑色じゃなくて白色なんだけど、ただまあ頭の方に生えている草とか完全に人食いそうのまんまだから、すごいね。めちゃめちゃただ合体させただけじゃん。ただ合体させただけっていう。噛みついてくるだけではなく回復呪文もこなす。果たして寄生獣の心は人食い層のものなのか、浮遊獣のものなのか、真相は謎に包まれている。信じるか信じないかはあなた次第です。いやまあこれわかんないよ。もしかしたら寄生獣になったことによって新たな人格が芽生えている可能性もあるからね。おお、あなたの持っているそれは魔法の聖水と池田エライザ、私のために持ってきてくれたのですね。そうだよ、もうあなたのためだけよ、うん、もう本当にそれだけの鍋、イレイザなんて特にそれ。ありがとうございました、ささやかですがこれはお礼の品です。ウルベア金貨と4万と、ささやかだね、ささやか、リアルささやかだね。うん、いや別に嬉しくないことはないよ、嬉しくないことはないんだけど、ささやかだなと、まあ、思わざるを得ない召集でした。それでは早速2つの品を調合し、歴史書の汚れを落とす薬を作るとしましょう。これをなぜわざわざ寄生獣が持っているのかわかんないけどね。寄生獣が落とすってことは、どっちなんて、人食いそう？それでも浮遊獣？どっちが持ってたんって感じだけど。よし、これで歴史書の汚れが消え、続きが読める。一体何が書かれているのだ？メギストリストの時とちょっと似てるね、ストーリー。なんか昔の話っていうとことか、歴史書の汚れが消えるみたいな、汚れかどうかわかんないけど、まあ、解読できるみたいな感じだからね。ちょっと何書いてあるかわかんねえや。これは、やはり恐れていた通りだ。大変なことが分かってしまった。なんと私は古代文字が読めないんだ。くそ、これについに気づいてしまった。恐れていたことが分かってしまったよ。すぐに騎士団員たちを集め、報告せねば、ユーシスさんも同席してください。すいませんでした。読めませんでした。って報告するんだな。ドゥーラ君、大変なことが分かったって、何？実は、古代文字が読めないんだ。そら痛くないもんな。だって王子じゃないって分かっただけじゃなくて、古代文字が読めないことまで分かっちゃったんだもんな。どうして黙ってるの？一体その本に何が書かれていたのさ。天馬クアバルナが復活する。なんだって？私はクアバルナの死に際の言葉が気にかかり、この歴史書で奴のことを調べていた。まあまあまあ、そんな驚かんけどな。うん。なんかだって、意味深なこと言ってたいさ。なんなら一回ドゥーラ委員長が復活させたんだから、そらまあ、いつか復活させることできるでしょ、みたいなとこあるけどね。この書物の名は、
天魔目視録、天魔目視録はクアバルナの話ってことね。かつて天魔クアバルナに苦しめられた民が多くの犠牲を払い、奴のことを調べ上げた歴史書だ。そんなユーシスさんが倒したあのクアバルナがまた一体どうすれば。私もまだこの歴史書の全てに目を通したわけではないので詳しいことはわかりませんが、対応策は必ずあるはずです。この命に代えて私が見つけてみせますから、今は心の準備だけなさってください。騎士団員たちは動揺することなく、ラミザ王子をしっかりお守りするように策が決まったら追って報告する。無論本件は他言無用である。極秘事項につき情報の扱いには気をつけろ。報告は以上だ。言っちゃおっかなって顔してんな僕。うん、すんごいニヤニヤしてんもん。そんな口開くことある？復活するよって話してんのにそんな口にんまりしてることある？だって。ありがとうございましたユーシスさん。あなたの手を借り、クアバルナ復活の事実が早期に判明したことは不幸中の幸いでした。ドルワームは再びあなたを必要としているよ。なんで僕必要とされていること前提なの？ねえ、なんで？言っちゃおっかな、僕言っちゃおっかな、言っちゃおうとして顔してたから言っちゃおっかな。あなたはクアバルナを葬った勇士、どうかその剛腕を今一度ドルワームのために振るってください。まあ別に振ることは構わないけどさ、他言無用に関しては僕言われてないからね。うん、別に僕クアバルナを倒して、あとはイライザ、そうなんだっけ、池田エライザみたいな名前のやつ、あれを持ってきただけの人だからね。全然他言無用できちゃう人だから、言っちゃうと。次回予告。他言無用しちゃうのかな。緊張しますね、軍技なんて。いや、緊張しますねって今さら。ドルワムは呪われているのか。ドゥラ君、大丈夫？ドゥラ君の身に何が。始まったのだ、絶望の連鎖が。うわ、中二病になっちゃってる。伝説の聖具、ある孤児が見た空。いや、ある孤児って言う必要なくね、そんな。別にいいじゃん、ある孤児って多分ドゥーライン、いや違う、ドゥーライン委員長だよね。だってドゥーライン委員長孤児なんでしょ。ドゥーライン委員長の子たち、いいじゃん、ある委員長が見たとかでいいじゃん。なんである孤児とかそういう言い方すんの。そういうのがちょっと良くないと思うな。ドローンクエスト10、ユーシスさん、お待ちしておりました。例の歴史書、薬剤の目視録の解読がようやく終わったのです。これより、騎士団員たちを集め、薬剤の目視録に書かれた内容について、緊急軍議を開こうと思うのです。もちろん、あなたにも参加していただきたい。会議室まで足を運んで、しょうがないな。よかった。ありがとうございます。葬ったあなたなしで話を進めるわけにはいきませんからね。なんでもう一回葬る前提なんですか？会議室は中央ですね。よろしくお願いします。じゃあ、薬剤ガナを倒しましょう。さ、緊急会議を始めましょう。とりあえず、ま、白いガーディアンを呼ぶことがね、一番大事なんじゃないかなと思うんですけども。緊張しますね、軍議なんて。ドゥーラ君は、天魔クアバルナの復活について何を突き止めたのでしょうか？堂々と歩くじゃん。春日並みに堂々と歩くじゃん。始まるみたいですよ。まあ、とりあえず、ゼルダを復活させることが一番大事だと思うんですけど、まあ、ただね、マスターソードを引き抜かないことには始まらないと思うんで、とりあえず神事を4体解放しようかなと思います。それではこれより、ドルワーム機密軍議を始める。まずは以前報告した、テーマクアバルナの復活に関する続報だ。皆、心して聞いてほしい。私はあれから、この薬剤の目視録を余すことなく調べ上げた。そして、クアバルナ復活に関する恐るべき事実にたどり着いたのだ。恐るべき事実。天魔目視録にはこう書かれている。天魔クアバルナは遠い昔、深き闇より現れ、ドルワームの地に君臨した、幾多の災いをもたらし、民は嘆き苦しみ、もう災いの目視録じゃん、本当に。天魔クアバルナは滅することがない、冥界にて傷を癒すと、再び現世に舞い戻ってく。うわ、いやもう完全に薬剤ガノンじゃん。なんだって？そして、前世の恨みと呪いにより、さらに強靭な肉体を携え、我らに果てなき絶望を与えるだろう。そんな、あのクアバルナがパワーアップして帰ってくるってこと？このドルワームにはパワーアップってなんかちょっとなんか緊張感ないな。なんてことだ、ドルワームは呪われているのか。そう、始まったのだ。絶望の連鎖が、もう次回予告の単語全部出しちゃったよ。早すぎん？早すぎん次回予告回収すんの。クアバルナが何度も蘇るなら、僕らは一体どうすればいいの？ドルワームは永遠に狙われるってこと？
この危機を逃れる方法はただ一つ。奴の体を滅することができないのであれば、我々に残された手段は天魔クアバルナを封印する以外にない。そう、封印されていたやつがあれなんだよね。あのなんだっけ、なんかね、魔晶石だっけ、あれが封印されていたやつなんだっけ。事実、クアバルナがここに現れる前も奴は封印されていた。先人たちも同じ道を選んだのだ。なるほど、封印か。でもルーラ君、封印なんて簡単にできるものなの？封印のために必要な要素は2つ。まずは復活した天魔クアバルナを死の寸前まで弱らせること。ただし殺してはならない。そして封印の力を宿した聖具ゼキルの成功であったよ。これを奴の胸に突き立てればクアバルナを地の底に封印できる。ゼキルの成功はまだ我々の手にはない。しかし材料さえ揃えば私の手で作り出せるので、問題は有能かよ。本当に王子の息子だと思い込んでたところ以外は有能なんだな。王立騎士団の者は来たるべき決戦の日に備え戦闘訓練に従事してほしい。なんだよ、ユシさんには。いやもうすぐそうやってお使いしてくる。いいじゃん、この4人で、この4人に行かせてよ。それもまた訓練よ、集めてもらおうと思います。後ほど詳しくお話ししましょう。どうせこの4人だって戦わないんだから。いいじゃん、そんくらいやってもらっても。以上、天馬クアバルナを迎え撃つ最良の策だと私は考えた。異論はないな。ドラ君すごいよ、その作戦ならきっとうまくいくよ。いや、そんな褒めるといかなさそうなのよ。それでは以上をもって今回の機密軍事は閉会にする。各自全力で対応に当たるように。了解です。感情ないように後ろ向いたな、あの3人。全然感情なかったもん。いや、僕の飛び跳ねが一番感情ないけど、感情ないっていうよりもそのタイミングに合ってないっていうか、なんか僕頭からなんか出てない、なんか肌色の何かが出てるんだけど。ね、なんか出てるよね、僕。なんか出てるよね。ユシさん、先ほどお話しした、ああ、もうね、しょうがないな。何が必要なんだ、金の指輪と正規の枝。もう、わかんない。金の指輪ってあれじゃん、アクセサリーのやつじゃん。金の指輪は、あ、アクセサリーショップで買えるんだ、オッケー。で、オルフェア地方西の南東にいるウドラが落とす。なるほど、オッケー。しょうがないな。いいでしょう。ウルベア金貨3個もらえるんだったら行きますよ。ありがとうございます、ユシさん。私は委員長室に戻っていますので、材料が揃ったらそちらへお願いします。では。どうしたー？そうだった、ドゥーラ君大丈夫がまだなかった。全部回収したと思ってたけど、ドゥーラ君大丈夫がまだなかったんだった。もしかして、クアバルナの呪いがドゥーラ君の体を、いや、シンプルな体調悪化。シンプルな体調不良では多分これ。ご心配なく、ラミザ王子。ただこのところ不眠不休でクアバルナのことを調べていたもので、長崎さ、王子すごい顔してなかった？ラミザ王子すんごい顔一瞬してた気がするんだけど。そっか、それなら作戦は決まったんだし、もう大丈夫だよ。ドゥーラ君はゆっくり休んで。お心遣い痛み入ります。委員長室に戻ったら少し休むとしましょう。それでは。ラミザ王子めちゃめちゃ優しくなってんだよな。王子じゃないって分かった途端に。僕も騎士団長室に戻ります。ギュシさん、ゼキルの成功の件よろしくお願いしますね。しょうがないな、そんなに頼まれた仕方ないけど、報酬はたんまりもらいますよ。伝説の聖具、やっと倒した。長かった、ウドラ。まあ、倒すのは簡単だったんだけど、全然落としてくれなかったんだけど、正規の枝だっけ、聖木の枝わかんないけど、ゲットしたってことで帰っていきましょうか。どうも、ドゥーラ委員長持ってきました。ユーシスさんお待ちしておりました。持ってきてくれましたね。持ってきましたよ。金の指輪、わざわざベリナード城下町まで行ったからね。まだベリナードのクエストや、え？あ、え？どういうこと？あ、なるほど。僕今装備用に1個買ったんだけど、こっち装備してないから、これ渡せばいいんだね。金の指輪。あ、これじゃあ使用済みでもいいってこと？使用済みの金の指輪渡しても OK だったってことかな。ありがとうございます。ささやかですが、これはお礼の知らせです。まあなんかアクセサリーでね、なんか強化できるらしいっていうか、まあできるはずなんで、まあ間違って強化したやつをも渡さないように選べるって感じかな。ウルベア金貨3個と、経験値ゲットだぜ。さらに名声値と OK。ありがとうございます。クリア。さあ、これどうなるんだ。それでは早速いただいた品からゼキルの成功を作ることにしましょう。クアバルナ封印に向けて一歩前進ですね。ゼキルの成功が出来上がるまで少し時間がかかります。しばらくしたらまた来てください。いいでしょう、次回予告見ます。
さあこれどうなるんだ。次まだ封印まで行かないと思うから、まだ封印するのになんか一手間加えるんじゃないか。次回予告。ドゥーラの使い手、それマジよ、めっちゃギャルみたいな、なんか神父じゃなくてシスター出てきたけど、ねえ知ってる？ここには王子様がいたのよ。まだ天魔クアバルナを封印することはできません。まだなのかよ。私はそんなルーラが大好きでした。おなんだ、孤児院の人か。聖女の祈り第3話、まだ第3話だっけ。そういえばまだ今、つまりこの時点で第2話か。そんな全然進んでなかったっけ。ちょっとね、これやんの1週間ぶりくらいだったか忘れてたけど。ってことで、まあ、多分次は何するんだろうな。まあ、多分ね、ドゥーラが元々いた孤児院とかに行くんじゃないかな。ああ、勇士さん、お待ちしておりました。天馬、クアバルナの封印に用いるゼキルの成功が出来上がりました。これもひとえにあなたのおかげです。しかし、このゼキルの成功には、まだ封印の力が宿っていないため、天馬、クアバルナを封印することはできません。この成功に近えるようにするには、封印の力を宿す聖女の祈りを捧げ、聖女の祈りって、なんかさ、この呪文というか特技の技があるんだけど、それを使うっていう意味じゃなくて、シンプルに聖女に祈ってもらう必要があるってことかな。聖女とは信仰心、そうでね、マザーと呼ばれる熟練のシスターのことです。その祈りにより成功は完成に至ります。そこであなたにお願いがあります。モガレ修道院にいる聖女、マザーヘレナに、このゼケルの成功を届けてくださいませんか。そして、封印の力を宿すように頼んでほしいのです。モガレ修道院はモガリム街道の西にあります。お、なるほど、じゃあ行くか。これやっぱりあれかな、ドゥーラと関係するのかな。ああ、よかった。助かりました。国の者にこの依頼を引き受けてもらうのは少し気が引け、なんで？あれかな、やっぱドゥーラの、なんか、家だからみたいな感じかな。それでは、ゼキルの成功を預けます。モガリ修道院いつも OK です。まあ、これはあれかな、お使いするだけだから今までみたいになんか、倒さなきゃいけないみたいなやつはないと思うけど、それから、いえ、なんでもありません。ゼキルの成功をよろしくお願いします。これはもう完全にそうじゃん。わかりやすいな。まあ、次回予告見たっていうのもあるんだけど。次回予告見てなかったら多分、見当ついてないかもしんないけど、まあ、修道院かつ、まあ、ドゥーラのことを知っていてシスターで、まあ、多分これはそういうことでしょう。ここモンスター多すぎ。めちゃめちゃムカデいまくるんだけど、ムカデなんだっけこいつ、鬼ムカデみたいなやつ。キャタピラーか。キャタピラーがめちゃめちゃいるんだけど、気持ち悪すぎ。なんであんなに大量発生してんの。ってことで、モガリ修道院到着。で、まあ、ここでシスターなんちゃらに、なんか頼めばいいと。お、もういきなりか。あら、まあ、旅人さんでございますわね。モガリ修道院にようこそいらっしゃいました。おほほほほ。おお、見ろよ、アパペ、シスターネリニカが猫かぶってるぞ、どっすなんだい、チョッパー、シスターの喋りの練習をしてるんだ、邪魔するんじゃないよ、あっちにお行き。これあれかな、修道院っていうか、なんだ、孤児院？孤児院で、もともとここで育った人がシスターになるみたいな、そんな感じなんかな。シスターニニカが怒ったぞ、うひょー、超怖え。で、なったばっかりみたいな感じなんかな。やれやれ、チョッパのせいでお里が仕入れちまった。あんたの前で猫かぶってももう無駄だね。にぎやかだろ、この修道院。もう急に距離感詰めすぎじゃない？確かに猫かぶってのバレたけど、そんな距離感詰める。この修道院はね、マザーヘレナが身寄りのない子供の面倒を見ている孤児院でもあるんだ。みんな、いろいろあったけど、ああやって元気に振る舞っていられるのは、マザーヘレナのおかげだよ。で、ここでドゥーラも生活していたみたいな感じなんかな。マザーヘレナは立派な方さ。あたいもコーチでね、昔は相当荒れてたんだけど、あの人のおかげで随分マシになったんだ。で、旅人さん、あんたこんな田舎の修道院に何しに来たって言うんだい？へえ、ドルアーム王立研究院の委員長、ドゥーラの使いでマザーヘレナいね。なんだってその偉い人が。って、ちょっと待った。あんた今、ドゥーラって言ったかい？ドゥーラの使いで、それ、マジ？ちょっと、それやばくね？やばすぎ。どうしたニニカ？ドゥーラの名前が聞こえたが、奴がどうかしたのか？やっぱここなんだな。ああ、このお兄ちゃん、マザーヘレナに会いに来たみたいなんだ。あの、裏切り者のドゥーラの使い出に。マザーヘレナならそこの部屋にいる。入るときはノックを忘れるんじゃないよ。
用件が済んだらさっさと帰ってくれよな。あんな奴にこき使われて男の顔なんて見たくもねえからね。いや、そんな、こき使われてもいないし、こき使われてるだけで見たくない、それはひどくないっすか？いくらドゥーラが嫌いだったとしても、それちょっとね、良くないと僕も思いますけどね。ってことでいきますか。まあ、多分、あれなんじゃないかな。まあ、なんか手にあるほくろ見て、うわ、これ王様のやつじゃん、みたいな感じになんか勘違いして、王立研究員行っちゃおう、みたいな感じでね。多分、ここにいる人たちは、なんかね、孤児院の面倒を見るのが、なんか大人になった仕事みたいな感じだったから、なんか裏切り者って言われてるみたいな感じなのかな。どうぞお入りください。どうもこんにちは。気まずい空間が流れている。ようこそいらっしゃいました。私がマザーヘルダでございます。あなたはどうやらドゥーラの使いでこの修道院まで来られたようですが、うふふ、図星ですわに。私は目が見えない分耳がよく聞こえてましてね、先ほどのあなたとニニカの会話をここで聞かせていただきましたの。それにしてもドゥーラったら私のところへ使いをよこすなんて、ドルワームでよほど偉くなったか、あるいは育ての親である私によほど会いたくなかったのでしょうね。まあ、どっちもだろうな。ドゥーラはドルワームで行くまでこの修道院に身を置いておりました。孤児だったあの子を私が引き取って、ですがある日ドゥーラは自分こそ恥ずかしいやつだな、やっぱり。自分こそがドルワームの捨てられた王子だと証明するといて、ここを出て行ったのです。しかし違った、でも帰るに帰れない、どうしよう、じゃあこいつに頼もう、そういうこったな。私は風の噂で耳にしました。本当の双子の王子、いえ、双子の王女がドルワームに姿を現したことを。あの子ったら自分の過ちを気にしてここに来られなかったのかしら。ふふふ、あの子もまだまだ子供ですわね。ところでそのドゥーラが使いまでよこして私に頼みたかったこととは一体何なのですか？もうドゥーラの話を聞けば聞くほどもうとんでもねえ過ちが。とんでもね、恥ずかしい過去が暴露されていく。なるほど。テーマ、クアバルナという魔物を封じ込めるために、そのゼキルの成功に聖女の祈りを捧げるのですね。ドゥーラのたってのお願いです。喜んでお引き受けしますが、一つ問題がございます。それほどまで強大な敵を封じるのであれば、神に近い場所、聖地にまで足を運び、祈りを捧げなくてはなりません。そうですね。ウェナ諸島ばっか行かすじゃん。ねえ、何これ。めちゃめちゃウェナ諸島に行かせるんだけど、ウェナ諸島の聖地、なんだこれ、聖剣の大滝？その加護を受けた水の流れる川の近くだったら私の祈りも神に届くはずです。ベリナード領北の遥か東にあるブナーナミ、熱帯雨林の、南東のなんかいい感じの場所。まあ、ブナーナ熱帯雨林は一回行ったことあるか行けるけど。私はこの通り目が見えませんので、耳を頼りにあなたの後をついていきます。そこまで先導お願いいたします。大丈夫？僕チートルーラー使っちゃうかもしんない。ごめん。そしたらいけるかな。やばい、チートルーラー使おうとしている。これいける？大丈夫？ちょっと置いていっちゃったりしない？ブナーナ熱帯雨林の密林の野営地まで行っちゃうよ。大丈夫かな。チートルーラータイム使っちゃったけど。チートルーラータイムしたけど誰もいないよ後ろに。ねえ、誰もいないよ。本当に大丈夫？おばあちゃん置いていっちゃったりしてない？あれは完全に置いていっちゃってると思うんだけど。いや、もうこれ絶対無理じゃん。いや、これだってさ、もう乗っちゃうよ。船まで乗るってもう完全に置いていく、置いていこうとしているスタンスだもん。目の見えない人にこれから船に乗れってもうひどすぎん？それはやばすぎるって。ちょっと悪意の塊だよ。さすがにやってる。これは置いていこうという意思が見えてるもん。終わった。見て、一人しか乗ってないもん。でもこれ完全に置いてってる。完全に置いていっていることは確定した。で、さらにしかもさっきのチートルーラータイムでさらに距離を離しているから、もうこれ絶対無理じゃん。これはもう完全に置いていってるって。ん？おー、怖っ怖っ。どうやって来たんだよ。ずいぶん遠くまで来てしまったものですね。しかしここならば聖剣の大滝の加護を間違いなく受けることができるでしょう。それではユーシスさん、ゼキルの成功を渡していただけますか？大丈夫？この人に渡しちゃって。こんな、だってルーラ使ってさらに船乗って巻いたのにすぐ後ろにいるって。これしかもこの霧、完全によからんものだって。渡しちゃいけねえ。あらあら、まるでだだっこね。とても可愛らしいけど。やばい、渡したら消される。マザーヘレナにゼキルの成功を渡しました。
確かに受け取りましたわ。では早速、祈りを捧げに行くとしましょう。クックック、計画通り終わった。完全に、おーすごい。もうここまで行かせてくれるんだ、優しい。父なる神よ、どうか我が祈り、聞き届けたまえ、その力、授けたまえ。破壊神復活。え？え？何？祈りは届いたようですね。ああ、なるほど。とりあえずこれで第3話終了で第4話で取りに行くみたいな感じ？ただ待っていても退屈。違いました、全然違いました。すいません、ドゥーラの昔話でもしましょうか。ドゥーラは確かに賢い子でしたが、それ以上に心の優しい子でした。お腹を空かせて泣いている子がいたら、ただでさえ少ない自分のパンをその子に分け与えたりして、私はそんな優しいドゥーラが大好きでした。しかしドゥーラは変わってしまった。自分の手のほくろを見てからね。修道院のみんなは野心家に変わってしまったあの子を責めているけれど、あの子の新婚は今も変わっていない、そう私は思うのです。そういえばあの子ともこうやって並んで川のせせらぎを聞いていたことがありました。懐かしいわ。もう何年も前のことになるのかしら。ごめんなさいね。ちょっと話し込ん、そんな話し込んでないよ。そんな話し込んでない。全然2分も経ってない。1分経ったかどうかよ。私、ゼキルの成功の様子を見てきます。早くない？そんな早く着くんだったらもう、そんな話し込みましょうとか、そういうレベルじゃなくて、ちょっと突っ立てたら治るでしょ。問題ありません。はいや。無事、力が蓄えられました。あとは仕上げに私の術をかけるだけです。というわけですので、仕上げが終わるまで、ゼキルの成功は私が、やっぱ第4話になって取りに行くのか。じゃあそれでは私は修道院に戻ります。帰りは私一人でも大丈夫ですので気にせずも戻りくださいね。それではまた会いましょう、ユーシスさん。それではさようなら。大丈夫、次回行ったらお亡くなりになってますとか、そういうのやめてよね。力を使いすぎてしまいましたとか、全然あり得る話でよ。まあ、ドラクエだから、まあ、ドラクエ10だからないかもしんないけど、普通のドラクエだったら全然あり得る。お使い終わりましたよ、ドゥーラさん。ユーシスさん、お帰りなさい。ゼキルを成功完成させる件いかがですか？なるほど。成功が完成するまでの間、マザーヘレナにゼキルの成功を預けてきたというのですね。わかりました。心愛を見て、モガレ修道院に取りに行くとしましょう。ささやかですが、これはお礼の品ですし、そんだけ？まあ、ウルビア金貨1個っていうのもそれだけだし。終わり？ちょっと、ドゥーラ委員長、全然喋ってくんないんだけど、さっきから。第2話と第3話。全然自分の情報、あ、よかった。さすがにな。あの、ユーシさん。マザーヘレナ、その、元気にしていましたか？いえ、今のは忘れてください。私には、その答えを聞く資格なんてありません。それに、今はそんな干渉に浸っている場合などではありませんでした。天魔クアバルナとの決戦の日が近いのです。ユーシさん。天魔クアバルナと剣を交えるときは、どうかあなたの力もお貸しください。次回予告見ましょう。ドゥーラ委員長。どうなんだろうな。修道院と和解する日も来るのかな。まあ、次回あたりなんか、あれじゃない？和解して、第5話で、ラストバトルみたいな。次回予告。クアバルナを封印しないと、ドゥーラ君は死んでしまう。死ぬの？そんな重たい事態なの？目指すは天魔復活の地だ。ずっと会いたかったですよ、ドゥーラ。あら、会えたんだね。はいや。孤独、なんて書いてあるの？なんか見せてあげるー。天魔復活。